ヒッチ、なぜ止めるんだ。あいつは税金をちょろまかしていたんだぞ。ああ、憲兵団が腐ってることぐらい分かってたでしょ。上官に逆らっても意味ないって。あっそ、ならあんたが注意してきたら。くそ、やはりこんな腐敗した組織は正さねばならん。上に立つことで。また始まった。あんた本当に面白いよ。マルロといれば退屈しないかもね。こんな現状に満足している奴の気が知れん。ヒッチも何を考えているんだかなあ。あいつが俺の言うことに耳を傾けてくれないんだ。協力しようがない。と、このままではさっきの上官を見失ってしまう。不正の件、言い逃れはさせないからな。